先守駅は、北海道室蘭市崎守町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H34。電報略号は、サモ。1976年の先守駅と、周囲約750メートル範囲。右が、東室蘭方面。左手新トンネルのすぐ上方に、旧トンネル。旧線は、不当の木材チップヤード裏まで伸びる。 臨港貨物線の視線や、その先の振動から斜めに分かれる細い急道の右横に沿って、このトンネルまで緩く逆 S 筋を描いていた。新線の古道橋と海側の振動に挟まれた市街の中を細い急道が台形を描いている。台形の上辺が急線と交差するあたりは、急線が築堤の上を走っていて、古道橋が設けられていた。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、相対式ホームに面2線を有する複線区間の高架駅、点鉄機を持たない防線駅となっている。霧通しからか同橋上にかけての駅で、橋脚に設けられた連絡通路を介して、両ホーム中央部分へそれぞれ階段で連絡している。開業時からの無人駅で、 駅舎だけではなく待合室も存在しない。ただしホームには上屋を有する。かつては地上とホームを結ぶ階段途中の踊り場に約20平方メートルの待合所を有していたが落書きや放火の被害に遭い、1999年8月末をもって閉鎖、後に撤去された。駅の前後をトンネルに挟まれた場所に立地している。2002年時点では、 下りホームのおしゃまんべ方から急線の廃線跡を見下ろすことができた。仮上工場時代は黄金川の旧トンネル手前の踏切横から古道橋ガーダーまでの築堤のほぼ半分近い位置まで東室蘭に向かって左側に簡易型ホームが設置されていた。ちょうど新線が急線跡をまたいだ位置に相当する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 付近は1969年から造成された団地、白鳥台ニュータウンとなっている、先森町仮上工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。